シャレードは1963年のアメリカ映画。ユニバーサルピクチャーズ制作のロマンティックサスペンス映画である。主演はケイリー・グラントとオードリー・ヘプバーン。ジバンシーが提供したヘプバーンの衣装が話題となった。ヘプバーンとマッソースキー旅行先で不豪の夫チャールズとの離婚を決意したレジーナ・ランパート。旅行からパリの自宅に戻ると、 家財道具一切が部屋から持ち出されており、夫の姿も見えない。そこへ、司法警察のグランピエール警部が現れ、チャールズの死を告げる。警部によれば、チャールズは家財道具のすべてを競売にかけ、その落札代金25万ドルを持って、パリ脱出のために列車に乗ったが、何者かに突き落とされたという。警察署で夫の遺品を受け取り、レジーナは警察署を後にする。 レジーナは自宅に戻り、途方に暮れていたが、そこに、スキー旅行先で知り合ったピーター・ジョシュアが現れ、夫の事件は、新聞で知った。何か協力できることはないかと申し出る。チャールズの葬儀は寂しいもので、出席者は、レジーナと、レジーナの親友で、スキー旅行に同行したシルビー、そして、グランピエール警部だけであった。途中、ハゲた小柄な男ギデオン。 痩せた背の高い男テックス、大柄で右手が、義手の男、スコビーが現れ、チャールズの棺を確認する。レジーナは、アメリカ大使館のバーソロミューからの手紙で呼び出され、チャールズの正体が、チャールズ・ボスという男だと知らされる。チャールズは、第二次世界大戦中、オースに所属して、対ドイツ戦に従事していた。25万ドル相当の金塊の輸送任務にあったが、 葬儀に現れた三人を含めたメンバーたちは金塊を盗まれたことにして密かに地中に埋め、終戦後に山分けすることにし、その後、ドイツ軍の攻撃を受け、スコビーが右手に大怪我を負い、チリチリになってしまう中、チャールズが一人金塊を掘り返し、持ち去ったのだという。チャールズが持ち去った25万ドルのアリカは、妻のレジーナが知っているに違いないと信じた三人が、 レジーナの前に現れ、金をよこせと脅迫する。ピーターは三人の脅迫からレジーナを守ろうとするが、彼も三人と窮地だった。レジーナの信頼を得たピーターが金を独り占めすることを危惧したスコビーは、彼女に電話をかけて、彼の正体を知らせる。レジーナはピーターをホテルの電話で呼び出し、彼は四人と共に金を盗み出したカーソンダイルだと告げる。同じ頃、 レジーナの多いジャンルイを人質にした3人は彼女とピーターを呼び出して金のありかを聞き出そうとする。ピーターは3人の誰かがチャールズを殺して金を独り占めしようとしていると語り、3人は疑心暗鬼に陥る。5人はそれぞれの部屋を探索するが途中でスコビーが殺される。金のありかを探す中でレジーナとピーターは親しくなるがバーソロミューからダイルに 兄弟はいないと知らされたレジーナは再びピーターに詰め寄る。ピーターは彼女に自分の正体が泥棒のアダム・キャンフィールドだと告げる。その夜、電話で呼び出されたギデオンが殺され、テックスが行方不明となる。レジーナはテックスが犯人だと疑うが、テックスは金のありかを教えろとアダムに電話をかけてきたため、アダムは彼女が金のありかを知っていると考え、二人は チャールズの遺品を確認する。翌日、アダムはテックスの部屋からチャールズのメモ帳を見つけ、レジーナを連れて公園に向かう。そこにはテックスも来ており、金の手がかりを探していた。アダムと別れたレジーナはシルビートで食わし、その日が切手紙の日だと聞かされ、遺品の手紙の切手が金の正体だと確信する。ヘプバーンと抹消遺品である25万ドル相当の 切手を手に入れたレジーナは部屋に戻るが、そこではテックスが殺されており、ダイルというメッセージを残していた。レジーナはバーソロミューに電話をかけ、パレロワイヤルで落ち合おうとするが、アダムに見つかり逃げ回る。レジーナはバーソロミューに合流するが、追いついたアダムから、彼の正体こそが戦争で死んだはずのダイルだと、聞かされる。バーソロミューは正体を認め、 金を手に入れようとレジーナに重厚を向けるが、彼女を劇場で追い詰める者の,のアダムに救われる。レジーナは25万ドルの返却にアメリカ大使館へ。しかし、大対室の椅子に座っていたのはアダムだった。彼は大使館員のブライアン・クルークシャンクだと名乗り、その証明にレジーナに結婚を申し込む。ヘップバーンとグラント。 北北西に震度を取れのような映画を作りたかった、スタンリー同年は、冒険、サスペンスユーモアという持ち味のストーリーを探しており、レッドブック誌に発表されたピーター・ストーン、マーク・ベーム合作の小説、シャレードの映画化の権利を買った。元は、コロンビア映画で制作の予定であったが、オードリー・ヘプバーンとケイリー・グラントに出演依頼をしたところ、ヘプバーンは承諾したが、グラントは、 ハワード・ホークス監督の男性の好きなスポーツに出演予定だったので断った。そこでコロンビアはポール・ニューマンを指名。ニューマンは OK だったが、コロンビアは彼の出演量が高すぎると考え、代わりにウォーレン・ベーィとナタリー・ウッドを持ち出したが、結局二人の出演量も映画の制作費も出せないと言い出した。そのため、同年はシャレードをユニバーサルに売り、 グラントはその間に、男性の好きなスポーツの脚本が気に入らず、電話で同年に、シャレードをやりたいと言ってきた。主演のグラントは、共演するヘップバーンとの年齢差を気にしており、観客にどう見られるか不安を抱いていた。彼の懸念に配慮するため、脚本のピーター・ストーンはヘップバーン演じるレジーナが、グラント演じるピーターに迫るように変更している。 グラントとヘプバーンはそれまで一度も会ったことがなく、撮影前に同年がパリのビストロで二人を引き合わせた。その時、ヘプバーンは緊張のあまり赤ワインのボトルを倒してしまい、グラントのクリーム色のスーツにかかってしまった。ヘプバーンは大恥をかき、恐縮して何度も謝ったが、グラントはさりげなく上着を脱いでワインのシミが簡単に落ちるふりをし、とても優しかったという。グラントは、 シャツ姿で穏やかに食事を始め、これで二人の信頼関係が結ばれ、撮影でも良い雰囲気で一緒のシーンが撮れた。翌日にはグラントからヘップバーンに昨日のことは気にしないでという手紙とキャビアの贈り物が届いた。同年はこの時のことをもとに、セーヌ菓子を歩いている時にヘップバーンがグラントのスーツにアイスクリームをつけてしまうシーンを付け加えている。 後にヘプバーンはグラントについて、私を助ける時も、それとはわからないように助けてくれました。私の一生の素晴らしい思い出ですと語っている。1962年秋に始まった撮影は1963年2月に終了。1963年年末に公開されると絶賛の嵐が起き大ヒット。 ニューヨークのラジオシティミュージックホールであらゆる工業成績の記録を破った。日本でも丸の内ピカデリーでロードショー公開されるとこちらも大ヒットで5週目の平日の昼の回でも大行列ができており劇場宣伝部がこれほど当たるとは思っていませんでした。地下室のメロディーを破って日本最高記録になりますとインタビューで答えている。 ヘプバーンにとってもそれまでで最大のヒット、スタンリー・同年にとっては生涯最大のヒットとなった。本作は作品中に著作権表記がなかったため、公開当時の米国の法律により権利放棄とみなされパブリックドメインとなった。このことは家庭用ビデオが普及するまでは深刻ではなかった。家庭用ビデオが普及した1980年代に入ると、 許諾や使用料が不要であることから各社から様々な画質でビデオソフトが発売されるようになった。このことは以前から無法式主義となる日本をはじめとする全世界に及ぶと考えられることから日本をはじめ各国でも格安 DVD として各社からリリースされている。2002年にはリメイク版直訳するとチャーリーの真実が制作された。 1963年版と比べてよりサスペンス色が強まった。北米で2002年版 DVD が発売された時に特典映像として1963年版が丸ごと同梱された。日本でも2002年版と1963年世紀版をセットにして発売された。ありがとうございます。